いやー、暑いですね。暑いですね。どっかでなんか、蝉泣いてない。今、この部屋が暑いです。そうだよね。熱中症にならないようにしてくださいね。はい、大丈夫です。畑のところのやつ。そう、畑のスタジオで、はい。なんか、クーないっていう。そうそうそう。冷房、ここにはない。マジっすか。この暑さで大丈夫ですかあ、まあ一応、この部屋、 ちゃんとだ断熱性高く、うんはい、はい。作ってもらったんで。あ,あ、だ、断熱があると逆に大丈夫なんですかそうそう、断熱があると、あのー、外の日光による暑さがないし、うん、そ,うそうそう。で、あの、何あのー、冬も寒くなりにくいし、うん、一回部屋が温まると、はい、ずっと温まってるみたいな。 要するに魔法瓶的なことですよね。はい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 。そうそうそう。一<ー>回決まった温度になってたら、それがなかなか変わらないっていう。うん、断熱がちゃんとしてるかしてないか。はいはいはい。まあ、師匠のとこにいたときに、やっぱこういうテストキッチンみたいな。まあ、キッチン付きのナヤがあったんですけど。まあ、あの、ただのナヤだったので。<laughs> あそこはそうでしたよね <laughs>。<laughs> あ、そう、ともこさん来たことありますもん、ね。ともこたことある。あるそうそう。もう、うん、あのー、冬超寒いんですよ。うんまず夏超暑いんですよ。それがあったんで、うんうん、これはまあ古さんに作ってもらったんですけど、うん、もうすべての面に断熱材を入れてほしいっていう。うん、素晴らしい。もう床から天井からすべてに入っております。 じゃあ、あんまりあれですか、エアコンを入れるつもりはないっていう感じなんですかいや、あの、ここをスタジオにするまでは全く考えてなかったんですけど。これスタジオにしたらこれ、これはまずいなっていう。はい。<ー>はい、もういよいよ。そうですね。はい、だ結構広いんですよね、この部屋<ー>そうは。だう,ですね、うんだから やっぱ、ま、一応200ボルトの工事はしてあるんですけど、うん、うん。でかいのを入れないといけないんで。おあそでかいっていうか、ま、あの、20畳とか。えそんな大きいのになるのかすね。20畳はあると思いますね、ここは。へそうなん僕ちょっと伺ったことないんで、あんま広さがわかんないですけど。あ、そっか。ま、真ん中にね。 カーテンでも弾けばいいかもしんないけど。ああ。まあ、ちょっとそれやると、見、見栄えが悪くなってうん。はい。まあ、うちのスタッフは、心待ちにしているのかもしれないですね。うん。そうかもしれないですね。は、スタジオはね、あの、冷房を切るんですけどね。そうそう。そういう状況です。なるほど。 ちなみになんか今年は夏らしいことしてますかともこさんどうですか夏らしいこと。<laughs> 私に聞きますか私に聞く <laughs> 忙しすぎて。<laughs> うん、ええー、でもなんかほら、いろいろまた、 雲行きが怪しくなって、そうっすね、出かけることもなかなかままならなくなってきそうだとう、ねうん、ちょっといろいろ考えちゃいますよね。うんうん、全く夏らしいことしてないですね。僕はちなみにあのさっきまで下の子をプールに入れてましたよ。 あーすごい、はい、夏ですね。夏です。はい。いいですね。プールに入れるってどういうことですかあの、ビニールーのあああ、そうです。ビニールプールみたいなのに、水をあってあ<ー>はい。だいたいもう週末は、 上のの子野球の応援に行くのが半日と、うんえー、帰ってきてあの、まあ、帰ってくるのか試合が午前か午後かによって変わるんですけど、うんうん、まあ残りの半日はプールに水張ってプールをやるみたいな <laughs> なんかいいお父さんだなあ <laughs> ザ・お父さんじゃないですか,い,ですかいや,で,、ね、いやでも暑いから野球も大変だよね そうですね。野球はマジで大変ですよ。もう、ちょっと見てる。応援してる保護者が一番辛いかもしれないですね。なんか選手たちのいるところは屋根あるんですけど、応援してる保護者は、あの、ま、ちょっと木陰がある球場とかだったらいいんですけど、ないとこだと、もうひたすら日に打たれて見てるだ修行、のような。なるほどね。辛いね。いやま、今日はどっちかというと、そっちの、 えー、うん、派の、えー、球場だったんで、今日午前中、今日午前中も応援行ったんですけど、うん、そんな感じでした。いやー、夏らしいことね。スイカ食べましたね。あ<ー>あ、やっぱ食はいいですよね、夏の。それぐらいかな。うん。本当はバーベキューとかしたいですけど、ね、したいですね。そうですね。うん スイカ、あ、スイカじゃない、かぼちゃのツル食べたいね。ーそうですね。ねうん、かぼちゃのツル。うん、食べたいね。やりたいっすけどね。うんうん、まあ、あとは、下の子に。えー かき氷をやりたいってずっと言われてるんですけど、あ,<ー>あの、かき氷機がどっかに眠ってるはずではあるんですけど、<laughs> ちょっとまだ発掘できてなくて、<laughs> えー、あれ結構ね、なんか氷も、なんかうちは安いかき氷機買ったんで、うん、あの、氷とかもちょうどそれ用のなんか、んなんていうんですかね、あのー、 パックみたいな大きさのやつで氷ちょうど作んないといけないんで結構めんどくさいんですよね。いや懐かしい前庭の間で出しましたね。出しましたね。あのいつも撤収の日のお約束でいつも作家のね松野さんが。 かき氷屋さんをやってくださって、そう、ガラスの器を持ってきてくださってご自身の器で、みんなにこう、疲れて暑いって言ってるところに、シャクシャシャシャって作ってくれてましたよね。庭のアカフェやった時も出しました。あ、出しましたね。懐かしいですね。懐かしい。もう相当前だな。そう、シロップ作ってもらって。そうですよね。はい あそこもね、いい場所だったですよね、場所としては。そうですね。うん、あの氷屋さんどうだったっけな八千代の方じゃなかったかな確かへ<ー>、うん、あの時は冷蔵冷凍車も借りてたから。あ、そう,そう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 でしたね。はいはい,、はい、いろいろやってますね、庭そんなイベントありませんね。<laughs> ないですよね。<laughs> 冷蔵冷凍車ありますみたいなイベントはね、<う>ないですそそ。そうですね。<laughs> はい、そうですね。暑い,い,い時はスタッフそこに入ればいいみたいなことも言ってましたもんね。本当 <laughs> <laughs> ね、いろいろやってますよね<ー>。はい、なんかすごいいろんなことチャレンジしてますよね。そうですね。うん、やらなくてよかった。<laughs> やってみて <laughs>。いやいやいや。だいたいみんな、なんかそれいいんじゃないみたいなところから始まっちゃうから。あとで、あれっていうことは、まあまああるけれど <laughs>、まあ。何合うのはあるあるかもしれない、ね。あるあるですねうん、うん。走り始めちゃってから気がつく。はたと気がつくみたいな。<laughs> そうですね。まあ、やんなきゃわかんないこともあるも。<laughs> そうですね。まあ、そうですね。うんうん、いやー。 まあじゃあそんな感じで夏をいろいろ満喫していきたいと思います。まだこれから暑いですからね、暑いのは。まだまだ8月になってないんだから、ねねね。暑いです。まあでも夏ももうね、今日7月最後の日ですけど、繰り返しな感じですよね。そうですね。まあでもまだ暑いですね、引き続き。 気が抜けない日々が農家的には続きますね。そうですね。8月からは。もう本当栗田さん、本当気をつけてくださいね、今年は。ああ、そうですね。熱中症ね。熱中症。それは、あれですか、天気的にもってことですかね。いや、あの、人参がスタートするんですけど、人参だけはですね、あの、はい。種ま、種まきしたら、土が乾かないようにしないといけないんです。あの、夏だと、 日差しが強いじゃないですか。はいはいはい。だからほっとほっと乾くんで。うん、水やりをしてあげないといけないですけど。一瞬で乾いちゃいません夏の日差しとか。あ、水やりもだから、うんと、もう半日とか、うん、ずーっと流しっぱなしにしたりとか。へえ。半日はいすいかな。うん、うん。でも結構出しっぱなしになってる畑とかありますよ。うちの方でも。そうですね。うん、そうですよね。うんうん。 特に、ま、にん、うちはま、唯一人参だけ、水やりをするんですけど、うん、うん。それが始まるともう、人参が発芽するまではもう、ハラ,ハラ、うん、ずっとハラハラしてるんで、<laughs> 水が足りないと発芽しないんで。ああ。そう,そう、だから、本当に、発芽すると、ほっと、ほっと一息っていう。うん、っていう。まあ、でも一息つく間もなく苗の植え付けが、8月はスタートするんで、 8月はも、ね、年間でも一番忙しい月ですね。うんうん5と8。自分で人参作ってる人とかは、じゃあ結構人参って難しいんですかうんと、発芽が難しいです。あ<ー>うん、だから結局ほらみんな毎日行けないじゃない。 家庭菜園とかでも合は,は,いはい、はい。そうですよね。うん,うん。まあ、プランターだったらね、毎日水やりしてあげればいいんだけど。家庭菜園でやっぱ毎日行けない人は、だいたい人参失敗します。ああ、そうなんですね。で、何回も何回も種まいて。はい、うん。で、ちょっと涼しくなった頃に、要は、乾かなくなるんで。ああ、うん。うん、それで、 やっと出たみたいな。そういう経験があります。なるほど。それは家庭菜園時代。家庭菜園時代。金沢時代。金沢時代。まあそういう経験があります。え栗田さんにもそういう時代があったんですね。いや、もうそんな、そんなことばっかりですよ。本当。そうなんですか。失敗しない年なんてないからね。うん。まあと、とにかく家庭菜園時代はし、もう超失敗しまくりです。 もう何ですか暑い時に育てちゃいけないやつを育てて、<laughs> 全然美味しくできなくて、<laughs> そうしたら、そんなもん、例えばそ大根だったんですけど、<laughs> 大根を暑い時期に育てたんですね。<laughs> そうしたら、そんなもんそ、そんな時期巻いたらダメやわ。 中野さんそうそう。師匠。師匠の、に。そうであれですね。ナスカンカンとか言われてますね。ああ、そうそうそう。あの、初めて育てて、はい。あの、本当家庭菜園の初年度だと思うんですけど、ナスができたんですけど、いつ取ったらいいかわかんないっていうのと、なんかもったいなくて、できたのが。収穫できなかったっなんか取れなかったあ。はい。 そうしたら、なんか、ずっと取ってなかったら、ナスがゴツゴツしてきて。<laughs> ナスってこう丸いじゃないですか。<laughs> はい。あれがずっとほっとくとゴツゴツしてくるんですよ。ゴツゴツどって、か角張ってくるんですかそう、角張ってくるんですよ。へえー。で、角張ってきてて、で、まあでも、できたから、その、僕に教えてくれた師匠にね、師匠の中野さんって言うんですけど、師匠に、あのー、持ってったんですけど、その時。 こんなカンカンのナスにしてって言って。カンカンって言うんですけど、そのカクカクしてるのね。はい、そうそう。はい、こんなカンカンのナスにして、もっと早く取らなあかんよ、って言われて。<ー>そうそう。そんなことの連続ですから。<ー>最初はあ。そうなんだって言って。道理りでなんか硬いと思った <laughs> 水気がなくなってきちゃうってことなんですか <laughs> まあ、水気もなくなるし、まあ、とにかく角張ってくるんですよ。<ー> で、それはもうダメなんで。そうそう,そう。まあ、そういうことを繰り返しながら、はい。あの、作れるようになっていくわけですから。うん、何事もね。なるほど。はい<あ>。経験ですねそうそう。経験なんですよ。<laughs> まあ、一年に一回しか経験できないんでね、でも。そうですよね。うんうん。そこがね、何回も失敗できれば。 プログラムみたいに何回も失敗できればいいんですまあそうですね。何回もね、あの、コントロール Z、コントロール Z とか。再起動しちゃったりとか。できればいいんですけど。そういうわけにいかない。そうなんです。まあ、それが農業ですけど。まあまあ、そんなことで、まあ8月はやっぱり忙しい。うーなるほど。もう次進めようかどうか迷ってたんですけど、進めますか。はい。はい。 それでは、ニワのアラジオエピソード14をお送りします。お送りするのは、えー、私、リュウザキと、坂本と、栗田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、相変わらずちょっとオープニングまで遠いっていう <laughs> 感じで。そうですね。はい。ちなみになんですけど、はい、この前、あのー、柿崎さんのところに取材に行ってきたんですけど、はい、その時に、 あのワイナッツにちょっと寄ったんですよね。はい、はいうん、はい。で、その時に、片岡さんが急に、あの、りゅうくん、あそこにある、畑にあるの、何か分かるって言われて、うん、で僕、全然分かんなくて、うん、でえ、分かんないのみたいな感じの雰囲気になったんですよ。<laughs> はいはい、それが何だったかっていうと、まあ、はい、ピーナッツなんですけど、僕は葉っぱを見て分かんなくて、うん、あの、うん、いや、千葉県民だったら、 わかるよ、みたいな、ぐらいな感じだったんで、すいません。<laughs> いや、りゅうちゃん、それはでも、はい、うん。あのー、そうですね。僕の皮膚感覚で言うと、90%, 90の人はわからないですね。わかんないですか千葉県民でも。おそ<ー>らく。うん、やっぱそうなんすかね。うん、これは、まあ、ちょっと今、真面目なことを言ってしまいましたが。うんうん <laughs> あの、千葉県民ならわかるよって言った方がよかったかもしれませんが。いや、個人的には助かりました、今。絶対わかんないけど。そっか。だって、シェフとかもわかんないからね。ああ、そうなんですか。うん。何ですか、これつって。当てれる人なんて全然いないです。だいたい落花生がどうなってるかって知らないです。そうですね。それはよく言われますよね。うん。うちゃんは落花生がどうなってるか知ってますか あのこう根にいっぱいくっついてるのはその、その根,根,が根からできると思ってますか、ね、落花生。いやー、どうですかね、なんとなくでも、そのこう,うっすら写真でこう、なんか、撮った時のイメージみたいなので、うんうん、こうなんか根みたいなのと絡まってて、はい,はい、いっぱい落花生みたいなのがあるみたいな写真を見た記憶があるので、そこまでですね。 普通はやっぱそうやって、こう、まあ土の中にできるっていうことはまあ分かってると思うんですけど、はいはい。あの、じゃがいもみたいにできると思ってるんですよ、普通は。ああ、でもそんな感じの写真、写真で見るとそんな感ね、掘り上げると掘り上げいね、はい。でもそうじゃなくて、落花生っていうのは、なんと、花が土の中に潜っていくんです。え花がですか花が枯れると、はい。 その枯れたところから、はい、うん。<の>不思議ですね。茎みたいなのが伸びていって、で<ー>。はい、うん。で、土に突き刺さってるんです。ええで、その先で、あの、あの殻ができていくんうん。うんだから花が咲いてたところが、あれになるっていうことですか,うですか、うんもう一回。 花が咲いていたところが、ああれに、あの、落花生のところに。そうです、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 そうです。へぇー。落花生って感じで。そうですよね。落ちる、お花の、生きる。ああ、そうですね。ああ、そう、あそういうことなんですね。そういうことなんあんな、なり方するものって他にあるんですかいや、ないですね。ないですね。ないですよね。うん。あんなの 他には絶対ないです。面白い。へえ。そうなんですよ。まあ、ほん、まあ、みんな知らないんで、やっぱり。いやー、すごい。ちょっと感動しました。そうですね。僕もすごい感動しました最初。初めて。ああ、そう。だから落花生って言うんだ、みたいな。ああ、ほですね。そうそうそう。 よく落花生って名前をつけたなと思いますけど、えーうん、素晴らしい名前ですよね <laughs>。<laughs> そうそうそう。いや、片岡さんとか大村さんそこまで知ってるかななんか、花を見て、花じゃない、あの、葉を見て、普通に。うんうん いや、荒稼でしょうぐらいな感じの話してましたけど。うんうんはい、はいはいはい。わかるそれ知ってるかなちょっとこれ、ラジオではここをカットして、ちょっと聞いてみようかな。今、グリタさんに話してもらったこと知ってますかつって。そうね。うん、聞いてみてもいいと思います。いや、どうなってるか知ってますか <laughs>、うん、<laughs> そうっすね。あ、ラジオ出す前に聞けばいいんだ。そうラジオ出す前に聞くと。 ユリさんに聞いたんじゃないですかとかって言われちゃった <laughs> そうですよ、ね、絶対言われちゃいます、ね、<laughs> <laughs> いそうなんですねまあでも片岡さんと大村さんは普通に、うん、まあわかるっていう感じでしたね、うん、あとなんだっけなあとちょっと何か忘れちゃいましたけどもう一つぐらい畑にあるやつ質問出されてやっぱわかんなかったんですよねまあこの時期だと里芋かなそうだ里芋ですね そうそう。里芋だ。なんかネバネバした芋って言われて、僕が山芋って言ったら、そうじゃないって言われました。山芋ではないそうですね。里芋でしたね。葉っぱ。大きな葉っぱなんですね。そうそうそう。なるほど。そうなんじゃあ、えっと、はい、進みたいと思います。で、今回は、えっと、ちょっと立て続けに、 えーと、いろいろエピソードを撮ってるので、はいえー、作り手のそれからは、はいえー、お休みです、えー。なので、えー、と今回の、まあ、お題に進みたいなと思うんですけど、えー、まずは、えーと、ニワノアのグループ展の、えー、お知らせをしたいと思います。えー、この度、ニワノではサークルスニワノマンスリーエキシビジョン2021と名付けたグループ展を開催することになりました。 2021年5月から11月までの間、ニワノア,アートクラストフェア千葉2021に参加予定だった作り手の皆様をグループに分け、毎月1回千葉県内のギャラリーなどを会場として行っています。次回の開催は8月7日土曜日から8月10日火曜日まで、死水曲がり屋にて開催するサークルスボリューム4です。また、これまで開催してきたグループ1、えー、サークルズ ボリューム3までは、えー、開催時間が全ての日程において一律、えー、10時から14時でしたが、8月開催のサークルスボリューム4からは、えー、最終日の終了時間が、えー、1時間早くなります、えー。開催時間が最終日のみ10時から15時となっております。えー、その他、えー、グループでの詳しい内容は、えー、特設ページをご覧ください。URL は h t t p s コロンススララッッシシュュトインフ i n f o シュサークルズとなります。また、ご来場に関してのお知らせです。今回、えー、のグループ展、入場は無料です。ただし、このコロナ禍での開催ということがあり、安全面を配慮し、土日の午前中は予約制とさせていただきました。入場予約なしのフリーの時間帯においても、人数制限がありますので、 確実にご覧いただきたい方は入場予約をお願いいたします。入場予約専用サイトの URL は https:// にわ w わ .stores.jp となります。会場での、えー、展示販売後には Web での販売も行います。以上となりますが、グループ展サークルズの情報は、にわなわのウェブサイトや NS で随時情報を発信していきますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。というわけで、えっ、ー、と、サークルズのことをここからは話していきたいと思うんですけど、8月のサークルズに、はいえー、ボリューム4に出演したいいただける成瀬修さんのところに、えっ、ー、と、先日、今回一緒にラジオを収録している坂本さんと栗田さんと、あとインタビューをいつもしていただいている浜口さん。 行かれたので今回はまあその時のちょっと話を、えー、できればなと思ってます。はい。はい、じゃあちょっと成瀬さんのプロフィールなど、えー、庭の方にいただいている情報を紹介できたらなと思います。まずプロフィールですが、えー、木と金属を使い造形活動、空間作りをしています。えー、その時々感じることに直接的、えー、に手を動かせたらと思い制作してい います。物、人、空間などの持っているそのものの性質が好きです。それを無理しないでそのまま出したらと思い制作しています。といただいてますね。あとは、千葉に、まあ、これは後でいろいろその、取材の時に聞いた話で出てくるかもしれないんですけど、千葉県には移住されて2年が経ってるってことみたいですね。 そうですでもこれ、ちょっと情報として、たぶん、一番最初にいただいたときのだから、もう、そうですね、4年目に入るくらいなるのかな、そうですね、これ2020年の庭菜を開催するのに向けてもらった情報ですからね、もう2年経ってますね、もう4年ぐらい、千葉に住まれてるっていう感じなんですかね。 で、えっ、ー、と、成瀬さんの、えっ、ー、と、まずちょっとじゃあ作品がどんなものを作られてるかっていうことについて少し、あの、お話しといこうかなと思うんですけど、はい、えっと、こちらは、あの、先日庭のテレビを撮影した時にサンプルを送ってもらったりしてて、僕の方も、はい、えっと、少し見させていただいたんですけど、はい、えっと、ステンレスで、まあ、作られてる、あの、カトラリーとかだったりとか、うんうん、まあ、あとは、 えと先ほどのプロフィールであのも言いましたけど、成瀬さん自体は木と金属をあの組み合わせて作品を作ったりされていると思うので、うんまあ、鉄の部分とその木の部分を使ってうまく組み合わせたそのですかね牡蠣、うん、だったりとか、うんまあ、あとはそのトレイあのこうなんていうんですかね、はいはい、かっこいい <laughs>、ちょっとした小物を置けたりするような感じのそうです、ね。 トレイだったりとか、うん、っていうものをあの作られててそのあたりをサンプルとして送ってもらってる感じですよね、うん、はい、はい、まあ、今回あの見ているのは多分金属が多いとは思うんですけれども、うん、も,ともとあの木のあの木工の勉強というかあの家具の家具を作るっていうことも勉強されてたみたいなのでまあ金属で出てますけれどもあの木工の方もいろいろ ご自身では作られてるみたいですね。うん。あとは、その、まあ、今回、そのサークルズ用に送ってもらったサンプル以外にも、あれですよね、あの、普段は普通に工房で、結構大きなものとかも作られたりされてるんですよね。なんかあの、今回お邪魔した時に、あの、椅子とかね、見せていただきましたね。 まあ、そうですね、内装もとかもね、手がけてらっしゃるんで。なんかあの、大阪行ったじゃないですか。はい、ともとに。はい、も、うん、でもう出られてて、うんうん、その時僕も少しブースの方あの、立ち寄らせてもらったんですけど、なんかやっぱり重機とかも自分で確か加工して用意したものだっていうお話をされてた気がして、うんうん、すごいかっこいい重機だった気がしますね。 そうでしたね。テーブルとかも、この間、フラココさんの展示の時で、あの、折りたたみ式のテーブルとかも、あの、やってたんでん、まあ。ご本人は謙遜して、まだまだ形になってないんですけど、今真似してました <laughs> い。今ちょっと真似入ってました <laughs>、はいちょ。ちょっと真似入ってましたけど。<laughs> <laughs> で、今回、えっ、ー、と、その取材に行かれたのが、えっ、ー、と、千葉の木更津の方ですよね。 はい。はい、そうです。はい、で、あのー、まあ、ちょっとまだ僕の方では全部、あの、取材に行った時の動画とか見れてないんですけど、うん、そのあたりのその動画を少し、あの、見てる感じだと、えー、工房自体もなんか面白そうなところで、うん、いろいろなんか自分の家とかも自分で <laughs>、あの <laughs> そうそう、作られてる最中だったりとかっていうことみたいですけど、実際どんな感じのところでした まあすごいね山の中っていう感じではありましたけどちょっとあの住宅地を通っていってそこから突然里山の方に入っていっちゃうみたいなところがあるんですけどおう家に入るところもちょっとこうお家がね道路に面してるというよりかはちょっと市道入って奥に、うん、奥まったところで、うん、ちょっと裏側にこう山というか。 あのちょっと林を背負ってるみたいな感じの場所で奥まったところだったんですよね。まあ本当自然あふれる、うん、里山っていう感じのところだったですけどね里山みたいなところじゃないと、うん、音とかもやっぱ鉄鋼とかすごいやっぱ音がするんでそういうところを狙ってあの 探してるっていう。うあと、隣がお墓だったんじゃなったかな。お墓はホットスポットですって言ってました。<laughs> どういう、どういう意味ですかホットスポットっていうのは。あいや、その作家、作家さん、そういう音音が大きな音を出す、出さなきゃいけない<ー>作家さんにとっては、そう,そうそう、はいはいだからお墓の近くってのは結構あるんですって言って。ああ、そうなんすね。なるほどなと思いましたけど。なん、まあ、かそういうのわかります。<laughs> すごく。言われてみればそうかっていうね。言われてみればそうですね。なんかちょっとホットスポットっていうから何か感じるものがあるか音的にはそうですね。広い。お墓だってやっぱり広いし。そうですね。場所はそういうところでで、工房の2階も自分で。 こう増築して、うん、あの素敵なね感じの、はい、居住空間になってましいんでけどもともと大工さんがこう作業場みたいに使ってたっていう,う大きいこう小,小屋というか、まあ、天井の高いようなもう資材置き場としても使えるような、うん、加工場みたいなところだったようなんですけど、はい、そこの えと下はその空間を生かして大きいままに残して、うん、でその横からまあちょっと2階にあの寝起きができるようなっていうので最初は作り始めたそうなんですよ台風が2年前にあったじゃないですか、うんうん、でかい台風が内房を襲ったじゃないですか、はい、まあ、うちも襲われましたけど、うん、でその時にそのやっぱ住んでた家がやかなりやばいことに、うん えなって。はい。いや、これは、これは崩れるぞみたいな感じになったみたいで、それでもう一層その家はもう壊して、っていう風にしたみたいなんですけど、その家に住んでたんで、家がなくなっちゃう。家がなくなっちゃうじゃないですか。はい。しばらく車に住んでたって,ってたそう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 。そうん。その時はまだ一人身だったみたいで。そうですよね。はい それで、あのー、だから、一人身だったから、ま、できたと思うんですけど。でもやっぱ夏が暑すぎて、<laughs> 車は。あのー、耐えられないっていうところで、<laughs> もうしょうがないって言って増築を決意されたと。<laughs> それでできちゃうところがすごいですよね。そう、それで,できちゃうところはね。はすごいですね。それもだからその鉄工所に勤務してた経験で、はいはい。うんうん、その、やっぱ鉄工所の時に資材を、 自分たちも作って、で、まあ、大工さんみたいなこともやってたから、一応、あの、知識があってっていう話はされてましたけど。それがあれですか今の、その工房の上が、そうそうそう。そうそう。作ったもので。で,で,でも、そこはやっぱり仮住まいみたいで、うん、早くその新しい家を、その元あった場所に建てたいんだと。 今まだあの、ほんと骨組みでしたけど。うんうん、そうですね。はい。はい。動画見ると、確かに最初なんかこの工房に向かっての登、うん、っていく動画のと途中に骨組みの家がありましたね。はい、うん。え、あれ、この後全部成瀬さんが作るつもりですそうです、そうみたいです。う,ですうん。すごいっすね。<laughs> なんかでも、そう、え、そんなできるんですねって聞いたら、 はい。まあ集中、時間さえあれば、うん、結構割とすぐできるんですって言ってました。ええええって思うけど、<laughs> そうなんて <laughs> <laughs> 思いましたけど、うん、でもそう、時間さえあればできるって言ってました。へえーうん。そうなんだ。だ時間がないんですよね。でもいい加減作りたいです。うん、えー、だって本当に、本当に木の骨組みだけでしたよね。 一応ね、屋根は。屋根はありました。屋根はあるんですか屋根は、はい。で、まだでも、あの、ちゃんと吹いてあるわけではなくて、あの、構造合板張って、タイベック張ってるくらいかな嫌い。タイベック張ってあったかななんか、ちょっと半分くらい貼ってあったような感じだった気がしたけど。うんそうなんですよ。そうなんです。まあ、でも、あの、すごい素敵なとこでした。うん。で、じゃあ、 実際そのお話をいろいろ伺った感じだと思いますけど、うん、なんか、あの、まずはお,おいたちみたいなのを伺ってましたよね。そうそうそう。おいたちというか、うん、あの、なんで、こう、ま、千葉山でどういう流れで、そうですね、<の>そ,うそ,うそうそう。移り住んできたか、みたいな流れのお話をされてたと思いますけど。うんうん、まあ、経歴がやっぱ、うん、もう、ちょっとすごいなっていう。経歴というか、 その、なんとなくマシコに行って、そうですね。言ってましたね。そこで、あなたもすぐやりなさい、みたいな風に。そこから作家になったみたいな。そう、剣木投園さんに、そうですね。まあ、マシコの陶器市でね、あの、剣木テントがある。そこに、まあ多分欠員が出たんでしょうけど、あなた出しなさい、みたいな風になって、 で、なんとかそこで出して、うん、そこから多分急に作家としての道になったと思うんですよね。うん、そこが、すごい、うん、まあ、まあ、運もあるとは思いますけど、うん、やっぱりこう、なんていうかな、人に目をかけてもらうキャラクターというか、なるせさんならではの、うん、 すごくこうね、押し出しが強いとかそういうことは全くないんですけど、全くないですね。はい、全くないんですけど、何かこう人をこう引き寄せるというか、うそういう何かこう、うねうん、何かこう縁をつないでいけるみたいな、うん、ちょっと不思議なオーラを持っている方だと思います。周りの人から、うん、疲れやすいのかなっていう。うんうんうん で、マシコに、で、まあ、でもマシコにいったら2年だけなんですよ、確か。そう。まあ、ご家庭の事情で、自分の実家の都内に帰んなきゃいけなくなっちゃって、はいはい。で、都内に帰ってもまたすぐ、仕事と仕事場が見つかるんですよ。それもこう、周りの人から、なんだ、お前あそこ空いてるぞ、みたいな感じあそこの工場空いてるぞ、みたいな。あそこ使ってやったらどうだ、みたいな。 風に場所が、はい。できて、っていう風に言ってたんで。川崎でしたっけうん。そうそうそう、川崎。川崎の結構、ちょ、というか。いやー、なんか、すごいな。木更津もね、あの、ちょうどその、川崎のところで、でなきゃいけない話になって、そうそうそう。見つかったっていう話でしたもんね。そうですね。まあ、千葉、 が特別好きななわけじゃなかった今はもう好きになってくれてるかもしれないですあ。そうそう、今はね、すごいね、うん、あの、千葉のことを好きになってくれたみたいですけど、奥さんもね、す,ねあのすごいあの好きに、まず運転が素晴らしいって言って,言って,言って。奥様が,奥様が。奥様が。あ、千葉はですか,か運転するたびに<ー>なんて千葉の人は優しいんだと。 まず横断歩道で止まってくれるって、うん、止まる人がいるい。だから横断歩道に立ってるね、はいはい、あの人、人、はい、人とかがいると、うん、止まって通してあげる。そうそう、まあ。それは、あの、奥さんは兵庫県出身なんですけど、あ<ー>兵庫県では考えられないと。 いうふうに、まあ、表現の人に怒られるかもしれませんが、え言っていました。これ僕が言ってるわけじゃないですかね。奥さんが。いや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 。ナイスさんの奥さんがそういうふうにおっしゃってたんで。そうそうそう。なるほどそうなんですね。うん。まあ、だから千葉はね、好きになってくれてるんじゃないですか。最近は改善されたかもしれないですけど、千葉って結構なんか事故の多い県でしたよね、なんか。そう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 、そうなんですよね。ですよね。なんか毎回、 免許の更新で講習受けるそんワーストナインみたいなやつですね。どっか悪さする地域があるんじゃないですか集中してる、集中してるんじゃないですかどっか。大丈夫ですか四街道とか大丈夫ですかいやいや四街道は全然大丈夫だと思いますね。どこかな船橋あたり大丈夫ですかねそっち。そっちはね、どうですかね道狭いですからね。そうですかね。ちょっと事故多いかもしれないですね。 でもまあすごく、うん、あの好きねあの千葉での暮らしは、うん、あの楽しくやってるっていう感じ、うんうん、なんかやっぱりこう引っ越していってあのまあこれはね余談かもしれないんですけど、うん、田舎っていう言い方はあれだけどそういう狭いところに入っていくのに、うん、最初はまるっきり何も知らなかったけれどまあ台風がね あったことによって、みんなが気持ちがこう一緒になって、どこどこさんとこう片付けに行くみたいなのに、こう一緒に行ったりとか、そういうことでご近所との絆が深まったみたいなことはね、おっしゃってましたね。あの、うん、ちょっとこれはもう自分の出番かなっていう。そうそうそう。言ってたんで。だからね、その家も、家もね、今セルフビルドでやってますけど、やっぱそういう知識があるから、 自分もその直すことができるっていうので、手伝いができるっていうのは。いや、あの、もうすぐ手伝いに行くような人ですよ。うん。本当に言われたらもう、はい、ですと行く、すごい、そう優しい人だよそうですね。すごい、自分の出番からなんてもう素敵すぎますね。すごいですね。すぐ行動にね、起こそうっていう姿勢が。素晴らしいですね。うん すごくね、ま、あの、テレビにね、見てもらったらわかりますけど、あの、物腰柔らかで、言葉も選んで、丁寧に喋られる。苦手なんですってすごい言ってた。そうそうそう。こういうの苦手なんですって。そう、苦手なんですそう。言ってましたけど。言ってましたね。苦手苦手ってよく、苦手っていう単語をしょっちゅう言ってました。 僕が見たとこまではそんなに出てきてない気がしましたけどね。そうなんですね。とり、とにかく笑顔が素敵ですよね。そうですね。そうですね。っていう印象がありますけどね。うん。徳の高いお坊さんのような。ああ、そうですね。なんか、ふわってこう、そうですね。進んでくれるようなでも、意外とね、なんかあの、 やるときはやるよみたいな感じもあるしね。ねんこうなんか、あんまりね、それはすごい、ぶ、う、れ、ん、ないところもあるんだと思う。そう。うん、それはね、すごいやっぱ感じますよね。うん、そのなんか、柔らかな喋り口とか、うん、こんなんか、ね、が、ですけど、すごい感じましたね、なんかあの、うん。うん テレビでも言いましたけど、すごい考えてる。考えてる量が多い、多いですね。それをすごく感じて、そんなことないですかって聞いたら、めちゃくちゃ考えちゃうんですって言ってました。今ちょっと真似度数が低かったと思いますけど。そうね。まあ、 本当全く、おしの強さみたいなのはないんだけど、まさ、あ、きさんもさんも言いましたけどね、あの、周りの人が、こう、になぜかこうよ、よくしてくれるね、周りの人に恵まれてるっていうか、うそういう、うん、今までだったのかなっていうのは、うんうん、思いましたね。うんうん、まあ、本人にね、言ったらまあ、あれですけど、 まあ結構まあトン,トントン拍子というか、うん、う,んうん。あのー、まあ本人は駆、まあうん、け出しなんですって言ってましたけど、うん、あのー、周りがこういろいろ背中を押してあげて、うんうん、いろんなところにこう出ていくようになって、うんうん、今生活ができてるみたいな。まあ本当に木のこともよく知ってるし、あの本当に家具を作るって ね、あのことも勉強してるので、はいうん、本当にまず木のこともよく知ってるし、うん、そしてさらにあの鉄とかそのステンレスとか、うん、そういうものの加工に関してもやっぱりそこで仕事をしたっていうこともあってよくわかってるので、うん、いろんな意味でこう両方のい,いいところを自分の中に取り込んでねあのものを作っていける人なんだと思うんですよ。だから今回はねこのの金属の方が 多く出てきてるとは思うんだけれども、うん、多分なんか本当に他にもまだまだいろんな可能性があって、うん、小さいものだけじゃなくてもっと大きいものだったり、うん、あのなかなか庭の輪のねあの展示では出せないような大きいものとかもね作っていくっていうことがあると思うのでなんかですよね。そうですね。うん、やっぱ素材の欠点、うん もう、その、素材の欠点まで好きになってもらえるようなものづくりをしたいっていうことを言っていて、まあ鉄だったら錆びるし、木だったら沿るし、割れるし、みたいな。そういうそのものの、まあ本質っていうか、うん、そこをこう作品にプラスして、あの、その素材の魅力を引き出してあげたいみたいな、結局はそれもその素材の、 なんていうかな視点を、見る視点を増やすというかなそういうところを、やっぱりいつも考えてる。まあか、感じながら考えてるんだと思いますけど。で、割と結構ね、何でも面白がれるっていうか。うん、そういう性格なのかなと思いましたけど。普通だったら、こう、木だったら割れちゃったら困るじゃないですか。うんうん、ね。で、そこを、こう、あ、割れたんだ、こいつ、みたいな感じに、おもろしろがれるような、あんまりだから、 他にそんな人あまりいないんじゃないかなっていうふうに思いましたけどね。まあ確かにテレビの時にも栗田さんが言ってたと思いますけど、ステンレスとかもね、そんなに使ってる方いないような気がします逆にステンレスもね、加工してああいう感じになるんだっていう、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。質感というか。かといって確かになんかその、 無理をしてないというか、素材の出せるその良さみたいなのがすごい出てる感じもしますし、うん、すごい素敵な作品だなと思います。そうですよね、ステンレスっていう単語だけ聞くと、あ、の、ビカビカしてるあいつですよねっていう感じですけど、そういうので、いや、それが本質ではないんだっていうか、うん。だからそこがやっぱ、成瀬さんの一番面白い。 ところかなと思いますけどね。うん、考えてるから視点が多いんですよ、ね。うん。うん。視点が多い人ってただ話してるだけでも面白いんで <laughs>。<laughs> <laughs> いろんな話してても、ね、<laughs> そうですね。そう,そうそうそう。なんかそのインタビューお話伺った中で、これはちょっと面白いなと思った話とかってありましたなかなかインタビューの中では、その、うん。 あの、お仕事からずれる話はでき,、うん、できなかったんですけど、うん、でもまあ、なんだろう、まあちょっと違うかもしんないけど、あんなにこう物静かにしてそうな人が、うん、いやつねに変わっていたいんですっていうふうにっ言ってましたね。あっともう結構びっくりしたっていうか。はい、あ。こう、真面目な人ってなんかそういう印象がないというか。うん。うん なんか、逸脱しないというか、こう決めたところから。そうそうそう、決めたところから逸脱しないっていうようなイメージがあり、勝手にね、ありますけど、あ、そんなことないんだっていう、すごく真面目な人でも、丁寧な人でも、いや、変わってたいんですっていう、そういう人もいるんだなっていうのは、結構発見というか、 あんまりいない自分の周りでもあんまりいないかな、うん、全然。ああいうタイプでそういう、変わってたいみたいな人。まあ動画の中でも言いましたけど、まあ、僕が割と変わってたいと思う方なんで、わかりやすいじゃないですか。まず秋っぽいんですよ。僕はね。<laughs> そうそうそう。だ秋っぽい人は、まあすぐそうなるんで、 見るからに飽きっぽいなこの人はってわかる人はそう,んうん、うん、って変わってたいって思ってるだろうなっていうのは、うん、まあ想像つくと思うんですけどでもそれはやっぱり変わってたいっていうのは、うん、物事を常に面白いふうに思える自分でいたいとか、うん、そういうこう変わらない信念みたいなのがあるから,、うん、変,わら変わり続けなきゃいけないって思ってるってことですよね。うん まあもちろんか変わらないところもあるんですけど、うん、その、まあ動画でも、インタビューでも言ってましたけどね、その、まあ骨に例えてましたけど、その、骨の,の骨格みたいなものは変わらないんだけど、中を流れてるものは常に変わっているようでありたいっていう,ふう,にてうです、ね。すごい良い表現ですね。そう。そうか。それもね、 あの、うーんって考えながら、その言葉が出てくるんだから。<laughs> すごいですね。<laughs> すげえなって思いながら。すごいですね。<の>えー、すごいですね。なんかこう、うちょっとスポンジみたいな感じの部分はあるんでしょうね、きっと。こう何でもこう、ううね、あシュってこう吸収、捨てちゃう感じはある気がする。んな,なんかすべてのこう、何かを <laughs>、あらゆるところう、ね、うんあと、なんだ、あのー、 内装とかを頼まれてお手伝いすることを、お掃除するっていう言い方をしてて、相手の頭の中にあるものをお掃除して、あの、いいものを出すことの、そのお手伝いをしてるんです、みたいな。そういうのはぴったりだと思う、ね、ナルスさ、うん、うんそういう、なんていうか、漠然としたこういうことをしたいんです、みたいな。 そんな感じで、まあ頼みがちですよね。こう内装だって。うん、そうなんです。こんな風におしゃれにとか。まあ、場所だってそうですよね。こんな風に素敵にみたいな、うんで。そこを突き詰めて、ここはこういうことですよね、みたいな風に、うん、頭の中をお掃除して、うん、一緒にいいアウトプットを探すっていう。うん、そういうコンサル的な能力はすごく高いと思いましたね。なるほさんの話ていて。いそれちょっと。 パクらせていただきますね。その考え方をちょっと。お掃除お掃除。いや、それは、それは実際、あの、ね、他の場でも活かせる考え方ですね。まあいろんなところに活かせますよね。そうそう。そうそう。そうそう。うそただ物体を作るってこと以外にもそうだと思うんですよね。そう。こんな企画があってっていうことも、うん。 だからそういう能力がすごくたけてるんで、うん、あの、やっぱ話しててすごく面白いですよ。うん、面白いですね。まあ本職とか、 で、言うとね、そういうなんか、ま、といようにやっといて、みたいな、ある意味、ちょっと無茶ぶりじゃねえか、みたいな、そうそうそう。話もなくはないですけど、それをね、まあ、噛み砕いて考えて、落とし込めるっていう。そうですね。いや素晴らしいですね。はい。まあ、それがすごく印象に残ったかな。なるせさんの、あの、 大きめの作品とかって、っていうのは、うん、あの、もう全部オーダーなんですかどっかで、あの、売られてたりとか,ってか。基本的にはね、オーダーが多いと思います。うん<の>今はね。うん、あの、椅子はでも試作なんですけどっておっしゃってたんで。 で、あの、すごくね、座りやすい、革と鉄の椅子だったんですけど、革の作家さんとのコラボだって言ってました。コラボでね、言ってましたけど、はいはいはい。ご本人はそういうものをたくさん作っていきたいっていうふうに言ってたんで、おそらくだ、これからそういう展開も、かなり考えてるんじゃないかな。ぴっただと思いますね、すごく。テーブルとか、椅子とか。 じゃ今のところはこう庭の間とかでもし作品見ていただいて、ちょっと成瀬さんのその大きなものとかに興味がある場合は、とりあえずは直接本人にコンタクトを取ってみるのが一番かなっていう感じですね。まあそう、そうね、現状はそうですね。今後はね、そういうなんかこう常にあるラインナップとしてあったりもするんじゃないかなとは思いますけど、ね、現状は、うんうん、そうかな。うん マ益コとかは結構大きなものも持ってる持ってきてるんでしたっけ？出してるんでしたっけ？いや、あのね、そんなに大きいものはないですね。やっぱりあの、うん、その重機で使えるような、折りたためるそのテーブルっていうのも、まず自分で作って、それに展示をしていたら、うん、その重機を見て、みんなこれいいじゃないっていうようなことになって、また話が進んでたりとか、そういうことはあるみたいなんですけど、でも、うん、あまり実際に大きいものはないかもしれない。 ですね、今のところ。うん。わかりました。うん。じゃあ、ぜひ楽しみに見てもらいたい作家さんの一人ですね。うん、そうです、ね、ほんに。うん。これから注目ですよ。8月のサークルスは在廊とかってあるんでしたっけ、はい、と、一応ですね、最終日の10日の日に来てくださる予定ではい。 本当ですかあじゃあもう、ぜひ、あの、作品に興味がある方は、ぜひその日に来ていただいて、いろいろあれやこれやを、ね、聞いていただきたい。そうですね。まず、あと、庭のはテレビも見ていただきたいですね。そうですね。はい。僕もちょっとまだ最後まで見れてなくて、あとは収録してるにあに流れてる音とかはもちろん聞いてましたけど、内容、かなり面白そうなんで、インタビューの内容ぜひ、あの、本人の、 こう話を、そちらでは聞けるのでね、ぜひそちらを見ていただきたいなという感じはしますよね。いやー、奥さんがすごいいい人で。あそうなんですか <laughs>、はい、あのちょっとずあのー、こう、何ですか、雰囲気出演はされてましたよね、コーヒーを持ってきていただいたとあのー、そ,うそ,うそうそうそう。てていただいたときあそこ、ここはカットするの惜しいなと思って。<laughs> あの、奥さんの姿を、の、姿を目で追っている、 ナルスさんがいいんすよ。なざ <laughs> しが、ありがとうって言いながら、<laughs> ね、あの、追ってるるなざしがね、すごく良かったんで、これは見てもらいたいなと思ってますけど、<laughs> すごいなんていうか、うん、いや、好きなんだろうなっていうね。それがね、うん、いや、だってね、インスタで繋がったっ。そうそうそう。あ ニワスポですね。ニワスポっすね、これ。ニワスポです。庭スポ。インスタで、インスタの DM でやりとりしてるところからのスタートですからね。へー。そう。森道にね、出てらっしゃるんですよ。そうですね。なるせさん。あ、本当ですかはい。作家として。今年も出てましたね。そうそう、今年も出てた。うん。 で、森道に出るっていうところで、はい。なんかで、自分が出した、その、あ上げた写真を見て、うん、あの、その写真についていろいろ、うん、この作品についその作品について質問を DM で奥さんがしてきたっていうのが最初でう。へえ、うん、そこから、ね

そう,うで。<ー>ここにある機械は大体わかるっておっしゃってますそう,そう使い方もわかる <laughs> そう、奥さんが、その、最後ね、うん、あの、うん、お菓子も持ってきてくださって、うん、あの、インタビュー終わった後にね、うん、あの、一緒におしゃべりしてたんですけど、その時、まあ、こう聞いていいかなと思いながらも、その、まあ、奥さんは、その、どういうふうに、この、千葉に、うん ここまでいらしたんですかって聞いて、まあ今言ったそのインスタのエピソードとかも出たんですけど、その、まあ兵庫県からまあ来たと、うん、いうことだったんで、お仕事はどうされてんのかなと思ったら、そんで聞いたら、まあちょっと、手伝ってるって言って、その、なるせさんの仕事をね、えっつって、なるせさんの仕事をえ手伝ってるってどういうことですかって言ったら、いや、 私、実家が鉄工所でって塗装をしたりとか、そういう。穴開けたりとか。そういうのはもう操作できるんです、みたいな。へあ、じゃあ実家でも、あの、お手伝いをされたりして。そう、お父さんのお手伝いをね、した、してたみたいな。そうなんですね。そんなことあると思って。びっくりですよね。本当ですよね。すごい、すごい意味、あの、運命ですよ。そう、運命ですよ、ごめん。 へー。へーでもやっぱ、あのー、あれですかね、奥、ど奥さんから DM が最初あったんですよね、なるでしそう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 。だからやっぱ、ね興味が。あ、なんかこの、この形のものをこうやって作ってる人は見たことがないから、はいはい、どうやって作ってるのか興味があって連絡をしたって言ってましたやっぱりそういう感じなんですね、ーへー。すごいですね。う,すねうん、はあ でもまあ楽しそうに生活されてたんで。まあぜひテレビで、あの、はい、なるせさ,さんの眼差しを見ていただきたいですね。奥さんを追う眼差しを。 じゃあ、最後にちょろっとその寄り道したところの話をしてもらいたいなと思ってるんですけど、うん、なんか撮られてましたね。あの、<laughs> フラッシュみたいなやつ。そうなんですよ。<laughs> びっくりしました。 いや、びっくりしましたクルックフィーズの、そう。あの、そう。インスタ見たら、に、あれって。ねダブル不倫のね、写真が堂々といや、これあの、二人じゃないんです。他にもいるんですって。そうそうそう。よくあるような、言い訳みたいな感じ三人いるのに三人写ってないみたいな。そのうちの二人だけが、そうですね。男女で写ってる。そうそうそう。うん。すごいびっくりしました。こう、なんかな、流れてきたのを見てて、なんかこの派手な人見た ことあるなあれ <laughs> あれ <laughs> みたいな、はい。いやー、もうばっちり撮られてましたね。しかも動画で撮られてましたよ。<laughs> いつの間に撮られてたんだろう。<laughs> <laughs> ねえ、いつの間に<ー>と思いましたけど。うんはい、なんだろうね。えー、びっくりします。直前にマナニさんの、マナニさんっていうあの洋服の作家さんがいるんですけど、はいはい、作家さんがクルクフィーズで、うん 出てたんで、んあの、出展されてたんですよね。はいはいはい。で、僕はマナリさんのパンツを履いてたんで。んあ、それでかなもあるかもしれないですね。あの人みたいな感じで追われたのかも。うそしたら、ダブルフリーみたいな。<laughs> <laughs> いやー、これでも実際のところあれですね。あの、こういう風にバレちゃうんで。 <laughs> いやー本当ですね。<laughs> こういうふうにバレるわけですよ。うすよこういうふうにバレるので、うん、栗田さんと坂本さんみたいにこういうふうにバレるので、<laughs> <laughs> そういうところには二人で行っちゃダメですね。そうですね。まあ二人じゃないけど <laughs>。そうそう。<laughs> しかもなんかこれなんか、取材の前に行ったんですよ。うんはい、取材が5分からだったんでなのでちょっと早く出て、はいはいはい ちょっと近いから見に行こうっていう話で浜口さんと3人で盛り上がって行ってでちょっとお昼ご飯もそこで何か食べれたらいいねみたいな感じで行ったんですけどでもすごい見応えのある場所で千葉にこういうところもあるんだっていう見てもらいたい場所だなって本当思いますけどね。そうででですすすねねあんななことときいいからご本当山谷を あのー、広大な山と谷を開発して。うんうん、しかも、こう、うん、なんか一日で作ってるわけじゃなく、ほんと、10年とかね、時間をかけて、あそこまで、こう、ちゃんと設備を整えて、で、これからもまだまだ進化していく。まだ作ってますからね。うん、ところとかもね。うん、なんかすごい。あんなことできないですよ。うん、って思います。うん。うん、で、そこでね、たくさんの人が。うん みんなね、働いてる人も。楽しそうです。うん、楽しそうで、いい、いい人だったんで。うん。うん。なんかまあ。すごくいい場所ですね。こう、農業とかもね、あの、体験できるというか、知ってもらえるような場所だし。うん。ジビエとかもね、その、地元で取った害獣。害獣ってたんですけど、そうですね。ね、イノシシとかも。鹿とかの。使ってね。うん。ソーセージを作っていたりとか、自分たちのところで飼ってる牛から、あの、 とか一つのこう,こう目,目指していく形がこうちゃんと見えているような場所だなっていうのを。うんうんうん あと太陽光とかも、ね、たくさんんあるんですもうみんなね今太陽光っていっぱいどこにもバカ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 立てちゃってるけど、うん、実際には本当はなんか景観のこととか何も考えずに作っていたりとか、うんねうん、あと私は本当にいつも思うんだけど太陽光だって機材には寿命があって永遠ではないし一回壊れちゃったらまたそれを直すためにどれくらいこう維持していくためのお金がかかるとかね、うん、そういうのもちゃんとなんかできる。 いう上でちゃんとやっていくとかっていうのが正しい形なのかなと思うことがありますけどね。まあ、うまくこう、景観、まあもちろんこういうことしてますってアピールしながらも、うん、嫌味じゃない、景色として、うん、嫌味じゃない太陽光パネルの設置の仕方とかも、 うん、工夫はかなりされてましたよね,ねあとはその点在するアートの作品っていうのもか多分普通だったらなかなかそういうのを見に行くっていうのではなく来る方たちがこう、うん、まず最初「あこんなのあるんだ」みたいな知っていく一歩になるような、うん、美術館だとなかなかちょっと子供連れじゃいけないけれどあそこだったらちょっと見れるかもとかってね思ったりするかもしれないし。うん あの、セバスチャンさんの作品の前に、あ,はいはい、あの、中の写真を載せるのはやめていただきたい。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> あれはでも、はい、多分今、スタンプラリーみたいなのをやってるから、たまたま出てた。はい、いつもい、ね、中に入ったらびっくりするものなのに、その中の写真をその入る前に載せちゃってるんで。はい、んああ、そうなんですか。<laughs> そうそう。あれだけはちょっとやめていただきたいなと思いましたけど。はいえー、まあ、いいとこだったですね。そうですね。 なかなかあんな投資できないんで。うん。絶対。小林武さんぐらいじゃないそうですね。そうですね。はい。とても、あの、千葉では、ね、あの、まだまだ知られてない人もいるかもしれないので、ぜひ、うん。千葉に来たら、そう行ってほしいですけど、まあ、なかなか。なかその、あの、んですか。プライベートが暴かれることもありますから。 <laughs> <laughs> そこだけちょっと気をつけてだいそ、ね。そうですね。ああ皆さん、こうやってバレるんですよっていう、ね <laughs> ああ。お手本のような。あの、あ,あこの人、知ってるみたいな。い <laughs> <laughs> <laughs>。世の中のちょっと有名な皆さんを気をつけたけ、うんうん。そうですね。もう少し、そういう関係の場合は、お忍びっぽいとこ行かなきゃいけないってことですね。そうそうクルクフィーズでは、お忍びにはならない。 すごい元気に、あの、ホットドッグ食べてましたから。これ美いしそうとか言いながら食べてましたから。食べてましたから。いや、でもちょっと面白そうですよね。僕もまだ行ったことないんですけど、ちょっと一回行ってみたいなと思ってます。他にどっか寄ったとこあるんですか今回はそこだけでしたね。そこだけでしたね。なるほど。はい。 じゃあ、どうですかねぼちぼちいい感じですかねはい、うん。何か他に話されたいことありますいや、えっ、ー、と、まあ、もうすぐ、あのー、会期も始まるけど、まあ、ちょっといつのタイミングでこれが放送になるかそうなんですよね。実は。そうなんですよ。すようん、はいはい。まあ、ぜひ、来ていただきたいと言いたいところですが、まあ、今ね、あの、緊急事態宣言っていうものが、うん、 出るということで,うで、ね、こう皆さんにすごい「来て来て来て」と大きい声では言えないんですけれども、はい、まあ自分たちもねもちろん気をつけてコロナ対策をして臨んでいきますし、うん、まあお客様にもあの無理をしないで、はい、あの来ていただけるようだったら来ていただきで、まあ、あと、まあ、オンラインでの販売っていうのもあのしていますので。 そちらも合わせて楽しんでいただけるようにと思ってます。はい、よろしくお願いします。では、今回はそろそろ、はいえー、締めたいと思います。はい、はいはいえー。よろしければ番組のご感想をお寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。ツイッターの場合は、ハッシュタグにあのアレディをつけてつぶやいてください。それと、過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、 ご意見、ご感想と一緒にご希望の胸をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。それでは、今のはラジオエピソード14でした。ありがとうございました。ありがとうございました。